2020年度の新藤兼人賞受賞式が4日に都内で行われ、金賞の37セカンズ光監督、銀賞の佐々木インマイマイ内山拓也監督、プロデューサー賞のスパイの妻劇場版岡本秀幸、高田聡、山本明久が出席。金賞を受賞した光監督は、これからも頑張っていきたいと涙ながらに喜びを語った。日本映画制作者協会に所属するプロデューサーが、今年度公開作品の中から将来性ある新人監督を選出する新藤兼人賞。2020年度は187作品が選考対象となり、最終選考に残った監督9名の中から金賞、銀賞が決定した。光監督が37セカンズで描いた主人公は、生まれた時に37秒息をしなかったため身体に障害を抱えてしまったユマ。彼女の姿を真正面から捉えつつ、エンターテインメントとしても成立させた。光監督は、この作品ができるまですごく長い時間を要しましたと話し始めると、女性監督で初の長編映画、主人公は演技をしたことがなく障害も持っている、断られることがたくさんありましたと難航した映画制作を振り返る。それでも周囲には協力者もおり、彼らと自分自身を信じることで難局を打開、人々の心を揺さぶる作品が完成した。過去には幻の光の是枝裕和監督、凶悪の白石和也監督、南極料理人の沖田修一監督、真夜中のヤジさん北さんの工藤官九郎監督など、そうそうたる顔ぶれが金賞を受賞しており、光監督も重みを感じながら、これからも頑張っていきたいと涙ながらに語っていた。若者たちの憤りと前に進むパワーを存分に表現した佐々木インマイマインで銀賞に輝いた内山監督は、37セカンズが頭一つ抜けていたという総評を聞き、ぶっちぎりの2位だったのかなと述べると、自身の人生はいつも2番目だったことを明かす。しかし逆に言えば、また頑張れと言われているような気がしていますと、前向きに捉えると、今佐々木インマイマインは劇場で公開されています。これまでも逆境に向かって歩いてきた人生ですが、ここまで逆境なのかという感じです。でも僕は映画館が大好き、映画で人生を変えてもらったので、たくさんの人に映画館に足を運んでほしいと力強く発言。そして若造だからという枕言葉で言わせてもらえるならと前置きし、今の閉鎖的な世界をぶち破ろうと思っているので、こんな僕とご一緒していただけたらと会場の映画プロデューサー陣にアピールしていた。